来場です。休憩です。お願いします。あれ何何何何何あれってなんすか。今傷つきました。今物足りない、物足りない。はい、お願いします。何すか。そうですね、今日やっていくのは、キョキョさんになら画面逆さでも語るぜ。伝わってます。伝わってます。甲子園の会場みたいな。多分何も聞こえてないです。まあ、タイトル通りってことですね。タイトル通りですね。まあ、クラロワはね、普通、通常、まあ、多分知ってると思うんですけど、はい、こうやってやります、クラロワは。まあ、そうですね。はい、もう誰もが知ってる。はい、でも、俺はこうやってやります。ちょっとどういう感じ、視聴者さん。めっちゃ白い。めっちゃ白い。白いな。マジっすか。はい。で、はい、いけるんすか。でね、でも俺的には多分なんですけど、はいはい、横が一番きついんじゃないかなと思うんですよ。おお、どうすか。難易度的にあんま変わんないような気しちゃいますけど。でも多分、うん、上下だったら、うん、なんかまあ、いやいや、どうなんだろう。いや、逆だから、はい、逆にまだできるみたいなとこ。あ、ゴレの列に出せばいいやっていうことですか。そう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 。だけどなんか横だったら、うん、確かに。いや、なんかどうだって逆さにしても縦で出せばいいんですもんね。はい、ただ横にしちゃうと横の列に出さないといけないっていう。そう、だからそのユーノとか相手陣地真ん中寄りに来てたらいつもなんかこう来てるのに、なんか確かによくなんかよくわかんない。あ、そっち行くのみたいな。確かに。そうです。ライキさんはこうやるってことですか。横の方がむずい。横の方がむずい。どうなんだろうな。まあ、最初縦でやります俺。ああ、わかりました。次横でやります。もう、ああ、じゃあどっちが難しいかもわかる。じゃあクラスで最強の人がいて、はい、ちょっとあんま強くない人がいたら、そう、初前横でやれやっつって。そういうことですよ。皆さんよろしくお願いします。なるほどね、はい、それ面白いですね。わかりました。じゃあ僕はもう普通にガチバトルすればいいわけです。普通にガチバトルですね。了解です、了解です。まあね、まあ、みんな、はい、クラクラとかも、はいはいはい、多分誰もね、クラクラやってる人は、はい、絶対一回は立ててやったことあると思う。ある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 。横でやってるとゲームやってると思われるから、ちょっと立ててみたいな。わかる。めっちゃやってたわ。で、めっちゃ大変なんですよ。くっそむずい。めっちゃむずい。結局もう5秒後にはもういいやっつって。そう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 。そう。絶対。あー、なんか無駄話しようとしちゃった。していいっすか。いいっすよ。面倒かったらカットしてほしいんですけど、はい、僕電車で結構満員電車乗ってたんですよ。はいはい、クラクラっていうのは。はい、でこうやってやると肘が両サイドから出ちゃうんで人に当たるんですよ。かる。絶対ダメだと思ったから、僕こうやってやってクラクラこうやってるって。めっちゃわかる。ありますよ。電車でこいつゲームしとるやんって思われるんだから嫌だった。嫌だった。 ありました、ね、ありますよ。なんか仕事してる感出したいから。そんな時代ありました、ね。無駄話します。はい、はいとか言って。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。お願い。あ、そうだ。いや、ちょっと勝てる気がする。これ勝ちたいっすよ。なんか新しいですね、こういうハンデって。確かに。なかなか。ちょ、待って、でもスライドがまず難しいっていう。確かに。いや、結構、これ編集でこう逆さになってる、ね、編集で逆さにすると思う。本当にだって逆さでやってるっすよ。やば。あ、でも、あ、エリクサーの溜まり具合とか分かんないんじゃないですか。あ、これ、やばい。結構むずいわ。だ、親指で全部見えなくなる。あ、来てる。やばい。どうですか。お、ユーノが来た、ユーノが来た。で、ユーノ嫌だな。あ、これやばいわ。ネクストとかめっちゃ見にくい。ネクスト、あー、次のね。ふふふ。いや、いや、つらい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 。俺、ライキさんね、うまい。俺、ライキさん、外した外した外した。これが悪魔。悪魔のハンデ。でも、ライキさん、マジ喋ってないですもんね。当たった。やばいやばい。マジでやばい。こんなことあるんすか。やばい。僕は何のスタンプ打ってるかも難しい。やばいやばいやばい。めっちゃおもろい。だって相手のデッキも何もなくて。確かに工場ママニア。ちょっとこれは、はいはいはい、手堅く。え、美味しいですかそれ。それを出させるためにやってました、僕は。マジっすか。うわー、うまっ。いや、うまっ。まあまあまあ、そういう日もありましょうぞ。めっちゃうまいじゃないですか。めっちゃうまいんすよ。逆さですよね。うわー、見ちゃった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 。
でもね、バレルがね、結構あの苦手っていうことが判明したんですね、今日のね。やばい、位置が面白いな、面白い。頑張れ頑張れ頑張れ。うわー、キッチ。え、待って、うまい。ちょっときついきついきつい。え、これガチきつい。え、あ、何も出さない。え、ガチきつですね。ガチきつ選手権さ、ガチきつい、ガチきつい、100%です。うわい、こっち来るんだ。えらい、あなたえらい、えらいえらいえらい、えらい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 、わかんないわかんないわかんない、わかんないわかんない。いやー、ライキさんからそういう言葉が出ることが珍しいですよね。その僕よくあるじゃないですか、え、何せいいかわかんないみたいな、それ結構ありますか。ライキさんがわかんないって言っても気持ちいいですね。やべー、やばい、痛い、ガツン入った。あ、ペッカ。さあ、頑張れ頑張れ頑張れ。いやー、それやるな、痛い、助けて、当たってねーな、全然。おー、やばい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 、なんで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 。いけ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 、レッツゴー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 。あー、これいい判ですね、これ。やばい、マジでやばい、ドン。いや、マジでやばい、マジでやばい。あ、これやばいっすわ、これやばい、これやばいわ。やばいっす、やばいっすわ。あの、確かにやばい。視聴者さんはもう編集上反対になってんすよね。反対になってます。これなんですけど、はい、あのタワーの近くのマス目感覚が分かんなすぎて、はい、アレルに対してエレキ出すと外すんすよ。確かに外してました。めっちゃ、どこが正解だっつってやると外すんすよね。マジか。じゃあ一回横もやってみません。横やりましょう。はい、横横横。いやー、でもライキさんが珍しく喋ってなかったですね。喋りで、分かんないって言ってましたもん。分かんなかったです。クラロワでライキさんが、いや、分かんないっていうのほんと珍しい。横、でも横はどうですか、見た感じ。いや、今のところ、はい、大丈夫ですね。今のところ結構、今のところ結構いい感じです。あ、それは良き話でございます。じゃあ、お願いいたします、お願いいたします。よろしく。どうすか。やばい、難しいかも。だからあれですよ、その学校で例えばもしめちゃめちゃもうね、クラロワじゃなくてこうブロスタがめっちゃ流行ってますと、その時に、いや俺ブロスタやってるよって言い訳っていうか、はい、その省かれないように。そう、クララをブロスタと言い張る。そう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 。あ、やばい、ちゃった。ほんとだ、これ結構こうなる。マジやったんで。え、いいハンデがやっとできましたね、僕ら史上。やばい、僕ら史上初めてのいいハンデ。いいハンデ。いつもやりすぎかやらなすぎなのに。基本的にこう僕負けるっていうハンデ。首横にしちゃいたいの。あれ、首横いいんですか、それ。あ、来てる、そう、日が。横。あ、そっちなんすね。それ確かに嫌っすね。こっちあすね、やっぱ。こっちあすか。あべ、今日こっちダメじゃん、死んじゃう。おー、でもいい、あ、やばい、ちょっと斜めになった。首がね、首がね、レーシングゲームする時とか、こうなんかこうハンドルと一緒でこう体いっちゃうみたいな。やばいやばい、どうしよう、どうしよう。あれ、いいんすか、いいんすか。いやいや、もう自然となっちゃうぜ。面白いな。どうしよう、悩ましいっすね。あー、いやー、ごぼうりが強い。やばい、当たってねえ。おっと、あー、こっちに当たってもいい。痛いよ、やめてん。きた、きた。あー、やばい、コツを掴んできてしまった、ライキ選手が。いいよ。これは、ごぼうりさん。いや、辛い、辛いです、辛いで、辛いで。うん、怖いっすね。あ、さっき、さっき、自分のせいでいい。そう、かなり、そうですね、なんか、嫌です、あの、普通強い。あ、やばい。おっと、おー、これ、アル
るある、あの向き変えるあるある、やばい、やばい、やめてやばい、ドーン、あ、5位か、全国もうユニット判断がこうかなりおぼつかなくなります。いや、いい、いい判断だな、これなんか、あでしょうね、でしょうね、ねえ、なんでわかるんすか、え、わかるんすか、やっぱり、やっぱ分かっちゃうんすよ、あ、やべ、痛い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 、大変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 、昭和なリアクションをする、あれ、これいいんじゃないですか、終わった終わったって、やめてー、もうなんでこれね、後ろさん、ハンであるといえどもね、僕今気持ちくなってます全然勝てない、え、どういう気持ちなんだろう、ちょっと視聴者さんやってみてほしいですけどね、これ確かに確かに、いや、マジで、むずいっすさやるちゃいましょう、え、どっちの方がむずかったっすか、あ、どうだろう、じゃ、僕もさてはこう、さては、いや、それダメ、それダメっすか、甘それだと多分あれ、あれになっちゃいますやらなすぎ、お互い、お互いその、おぼつかない感じになるじゃないですか、確かに、ワンチャン、どっちがきつくの、横立て、そうだろう、横立ち、俺的に横の方がちょっとやりやすかったかも、ああそうなんですね、いや、どうなんだろう、でもな、多分ね、分かった、縦は多分ゴレとかが強いんじゃないですか、いや、そうなんですよ、思ったんですよ、だから俺はもうゴレかラボと迷ってましたよ今26ホグとかできないっす、絶対無理っす、絶対無理っすなるほどっすね、やりますか、じゃあいきますか、え、普通に、どうしたらいいですか、普通で、あ、普通で、じゃあお願いします、じゃあお言葉に甘えてちょっと僕が気持ちよくなる回になってしまう可能性がちょっとあります、ね、いやいや、ないですね、え、ないです、今日これから僕ら映画見に行きます、お願いします天気の子、はい、天気の子ね、今ね21、あの、もう24時ぐらい開始のね、天気の子、もう僕らそれぐらいしかちょっと、あ、やっぱそこさやりにくいな、一番横にしよう、あ、いいんすか先輩、やっぱそう、それじゃあ、あれ、いやいや、いいっすよ、どっちもいいっすよどっちでもいいっすよって僕が言うことじゃないんですけどね、実は誰も気づいてないですけど、斜めで、斜めうわー、ラバじゃないですか、いや、違うっすあー、ちょっと嫌ですね、ざっくり、プリメガゴ、ブプリタルバムが、あ、来た、あれだ、なんすか、スパゲニングだ、すぐ予測して、いいんですか、すぐ予測しちゃって、いいんです、アナゴ君、アナゴ君、あれか、全然外してる、え、クローンありました、あ、クローン出てる、出てるのに下手すぎて話したそして謎の、謎の全然当たんない、でもね、削られてるんですね、これ相性はどちらがいいんですか、いや、若干僕の方がいい、俺、説、いや、でも、これスパーキーの中でもかなり、あの、なんていうんですか、マジっすか、そんなに強いんですか、きっちりきっちりきっちり、押してですよね、なるほどね、捨てって便利な言葉っすね、マジでなんかもう都合悪くなったら一旦捨てって言ってくるな、別に、やばい、下手すぎる、あれむず、マジで全然当たんね、助けてガイン、もういいよ、オッケーオッケー、これいいんじゃないですか、僕テイマーがいい、よし、こっからや、こっから、人生は冒険や、おやおやおや、人生は冒険や、人生は冒険や、おら、いやー、なんで俺どこに言ってるかわかんねえし、あ、やめて、それそれやめて、いやー、忘れか忘れか、あ、ないな、
きちい。このダクプリいらねえし、マジ。あ、ある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 、あれ残ってる、見て見て見て、のある、ある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 、あるあるある、なんで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 、なんだ、ある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 、あ、いけいけいけ、やめてやめてやめて、一枚一枚一枚、やめて、やばーやばー、取ったぞこれはあれですか、接待ですか、これは僕を気持ちよくさせる動画ですか、これは。これで、あと夜ご飯と映画おごってもらえる。やめ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 、接待動画、接待動画。いやー、マジか、闇営業じゃないですか、大丈夫ですか、闇営業。トレンドをトレンドをね、いっぱい持ち込んでいく。いやいや、まあそうですね、いかれましたね。そんな変わるんですね、検証結果きつい。え、でもこれはでもその釣り合う判定ではなかったですね、かなり。だって雷鬼さんの能力をもってしてもその厳しいっていうぐらいのハンデじゃないですか。だから言ったら僕ら今指定クラロワとか指定するとか何枚バンとかやってましたけど、はい、そういうのをこう超えちゃった。確かに超えてますね。一番強いハンデじゃないですか、今世紀クラロワ界隈において。実は俺前ドズさんに、はい、なんかタスク切るって言ったらタスクを切らなきゃいけないみたいな、だってそれが多分それが一番辛かったですゲームできないっすか、ゲームできないっす、相手のカードとかも分かんないし、これの後ろに3体ぐらいつけてタスク切るって言われて、こうやってシュッてもう弾折れてました。言われたらタスク、やばないそれ性格出るな、それめっちゃおもろい。それが一番きつかった。それの次にきつい、それきつい。いや傲慢なんだよな、タスク切る勝ちに来たらしい、クソおもろいね。いや、まあ、てな感じで、はい、いやー、まあ、でもいい感じじゃないですか。 いや、まあ、僕は嬉しかったですよ。だから、ありがとうございましたっていう、なんかごっつぁんでしたっていう感じでしたけど、うん、まあ、まあまあまあって、まあまあ、なんで着地に困ってるじゃないですか。だから、俺前、昨日のドズさんの動画でも言ったんですけど、うん、もうあの終わりが苦手すぎて、ああ、おっしゃってましたね。もう土井さんにお願いしますってずっと仕切ってもらってました。いや、これ僕あのコツありますよ。どうなんですか。わははって笑っちゃいますか。はい、ということでみたいな言っちゃうんですよ。なるほど。そうするとなんか場がスッとなるんですよね。じゃあわははからいきます。じゃあわははいきます。あやばいそれやばい。はい、ということで、今日もやってたんですけどね。はい。まあ、ぜひ、キヨキヨさんとも、2本ずつ動画撮ったんで、そちらの方もね、楽しみにしていただければなと思います。そうそうそう。最高最高。今日もね、この辺で終わります。バイバイ。バイバイ。いい終わり。いい終わり。ありがとうございます。なるほどね。